さて荷物整理は完了と。ミニガンとかあったんだけど、ちょっと使い勝手悪そうなんで解体した。で、状態が悪いかと思ったけど、そんなことはなくて、どの武器も状態が良かったので、とりあえずこの2丁武器で構えていこう。 RPK とあとバレット。 RPK は弾がたっぷりあると。で、防具も新しいものにしたんだけど、ちょっとこの防具欠点があって、アーティファクトが1個しかつけれないと。で、できれば総重量を増やすアーティファクトをつけたいところなんだけど、なぜかそれを装備してしまうと放射のダメージをめっちゃ受けたんで、今はこれをつけてといった感じで、もう弾がたっぷりある。そしてあなたはそこにそこに座っていいのかな、そこに座っていいのかな。まあまあまあ、じゃあこいつを回収。これがコンパスっちゅうアーティファクトね。お、包帯包帯。いやー、予期せぬところで結構医療アイテムもたくさん集まってくれちゃった。それからこれをあんまりまともに使ったことはないんだけど、あら、あ、やだ、おお、だだ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 だ、ちょっと待って、ここはめちゃ危険。あーらららら、あー、いてはい、仕切り直しで、この装備とっても強力なんだけど、まあ、前作と同様に硬い装備はダッシュで走れないという、そういう防具になった。で、この武器にサプレッサーをつけたかったけど、サプレッサーがつかない光景みたい。まあ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 。で、そうだ、ついでにあのとんでもない死体からポータルっていうアーティファクトを手に入れて、3つも価値あるものなんだけど、これ使ったらどうなるんだろうな。どっかにワープしちゃうパターンな気がするんだけど、コンパスをフォレスタのところに持っていけと。いや、この辺はもうこのアノマリーが多いから、むしろダッシュしない制約のもとで行動した方が安全な気がしなくもない。いやいやいや、天気がお待ち遠。Здорово, живая душа. Какая дорога привела тебя сюда? これじゃ。Даже не верил, что еще раз компас увижу. Вот это тебе спасибо. マーセナリーズと連絡を取る方法を探す必要がある。この気泡っていうのが何のことなのかちょっとよくわかんないんだけど、まあ、ちょっと時間が必要だと。武器をもらったな。VSS。Когда найдешь передатчик, я дам тебе координаты для наемников。ほうほうほう。あ、あの、渡れなかった橋に通れるよう、あの、渡れなかった橋通れるようにして、バンディと倒してリマンスクを目指すと。Не забывай, старика。さて、まあ、特に欲しいものはないし、実は総重量ギリギリオーバーしてるから、物を買い漁るわけにもいかないんだけど、ちょっといらないものを売りさばこうかな。あ、VSS ありだな。というか、いろいろマガジン容量アップとか精度アップとか、あ、でも反動はあるんだ。いろいろアドがついてる。うん、バレットは分解しちゃおう。これね、すげえ重量食ってるんだよな。バイバイ。ああ、やっぱり81キロになった。 VSS ね。まあ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 、弾もいておこう。人はまだだぜれな。Доброго пути, сынок. Окей. VSS の弾がこれでたくさんある。よし。あ、いいなこれ。状態もいいから遠距離射撃として使える。
ではどちらへ行けと。軍の基地へ行け。まあ空間気泡っていう訳し方になってるけど、まあいわゆる脱出不可の謎の空間に閉じ込められている仲間がいるから、それをなんとかせないかんと。で、それとその人たちと連絡を取るために使えそうな強力な通信機があるから、この軍の基地に行けということだな。まあこの辺ちょっとミュータントとかゾンビが多いから嫌なんだけど、ちょっとこれ一個だけ使ってみようかな。ほっ。お？え？数秒待つ必要があります？ああ、これに入って数秒待つと、この音はね、とてもダメージを受けているようで、なんか不快なんだけど。お？あれ？これはもしかして、今ここにポータルを設置しましたと。で、別の地点にもう一個ポータルを設置して、ああ、やっぱりそうだ。ポータル間をこれで移動できると。あ、結構便利アイテムなんじゃない？これ。で、今のが1個消費とかじゃなくて、1個につきちゃんと一空間の行き来できるポータルを作成できると。これはいいな。さて、じゃあ、ミリタリーの基地へ。これマップ上だとね、全然違う方向に進んでるように見えるんだけど、左上のマップに従えば、とりあえず、目的地には着くと。移動がだるくなったら、さっきのポータル、設置しちゃえばいいか。今、走れないからね。さて、装備はもうバッチリだけど、もう敵がどっから来ても大量に来なければ問題ない。あれ、ここ誰かいなかったっけ。ミュータントが左の方にいるな。ワンワン、あえて交戦はしたくないんだけど、コンクリの道をそれるとすぐ汚染なんだよな。超スピード汚染。待て、どこなら大丈夫だ。よし、あららららら、ら、画面がね、ちょっと暗くなってきたらもう汚染されてる地帯なんだけど、待って、この道をまっすぐ進めないんだが、コンクリの道とか嘘ついたわ。こっちならどうだ。よし、とりあえず仲間がいる場所まで行きたいな。あ、敵を検知してる。この前この辺にいなかったっけ、仲間。みんな違うところに移動してる。あー、キーンやめてくれ。
狂犬のね、鳴き声がとても聞こえるんだけど、わわわわわわ、バレなかった？よし、なあ、苦戦されてる。やめてくれ。ここまっすぐ進めないぞ。山登りするか。勘弁してくれ。この汚染分布が細かすぎるせいで、まるでカニ歩きのように進まざるを得ないんだが。ありゃ、こっちか。あ、外壁に来ちゃったな。こっちが入り口か。まるで兵士がいないけど。みんなの中か。あ、死んどるね。まあ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 、今もう武器に困っちゃいない。お金になりそうなものはいただくんだけど。みんないい武器持ってるんだけどね。負けちゃったか？なん？おっと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 、待って。戦闘前にこれはやめてくれ。強めっちゃ強。狂犬の脅し物は別にいらないな。ああ、待って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 。ブレるブレる。あら。よし。早く渡っちゃおう。渡りにくいな、おい。渡れないな。この橋が汚染されてんのか。ならば、うわ待って待って、どっから食らってる。あ、お前か。待って、強い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 。勝て。よし、待て待て、死ぬ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 。もう一体どこ行った。あ、これ一応フル音なのか。いやー、待って、一旦回復だ。よし。よし。攻撃を食らった時のね、これが非常に厄介だよね。これ降りれる？降りれるかな？よし。おっと、危ない。なんだ？なんだ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 、なんでこっちを撃ってくる。このレンジで使うとは思えない武器でこちらを狙撃してきてるが、あれか、あれはミリタリー。ちょっとずつ当たってる。なかなか死なんな。死なんな。よし、
そうだ、用があるのはミリタリーじゃなくて、あんたらの通信機じゃ。あ、すんげえ敵の数だな。敵と。プレイしたのが結構前すぎて覚えてねえや。ミリタリーと元から敵関係だったっけ、敵対関係だったっけ。まあいいや、全員倒しちゃい。ライト消しとっか。一応この武器サプ付きだからね。あれでも上にいたやつ普通に普通の銃弾でこっち撃ってきてたよな。警戒状態には入ってないんだ。あら？ゾンビ兵士ってアイコンもあったから、ワンチャンゾンビ兵士がまだいるのかもわかんないけど、これ、正面からじゃないと上登れないやつかな。棒立ちの兵士もいるんだけど。いいよな、やっちゃうか。よし、バレるか。オッケー、間違ってデューティーさんを殺さないように気をつけないとな。おっと、あっグレってさ、もう飛んできたら避けれないよな、すぐ爆発するもん。あ、疲れた。ドリンクで頑張って。よし。あ、強え VSS。どこ行った？この防具ならある程度被弾しても関係ない。マガジンサイズがちょっとちっちゃいのがね、ネックだけど。ほら、出てこいよ。結構マズルフラッシュもある方だけど。反動は思ったことないけどな。よし、こっちも使っていこう。実際兵士とね戦闘してもね、自分使ってる武器の型と合う弾を落としてくれないと正直コスパが悪いんだよな。さあ屋内か、もうライトつけちゃおう。ハロ？おお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 お、暴かれた。絶対見られ、なんでバレなかった。全然出血してない。できればサイコかなんか欲しかったな。痛い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 。結構食らった。ごめんなさい。結構食らった。あと二人。こいつは半、よくわかんないもん持ってる。二日酔い解消薬。武器はいいや。どっから撃ってきた？まだ中にいた？違う。あ、いた。
待って、グレを投げてきてる。いてえ。グレはしっかり出血するんだな。あ、ショットするな。あと一人いるっぽいんだけど、どこにいる？下？まあいいや、ちょっとぼちぼち。あれ？この武器は VSS だよね。ならば。スペアパーツゲット。あ、これで今使ってる VSS を修理できると。あれ？お？建物内にいたのか？あ、複数体いるパターンか。あ、いる。こいつ勝てんだよな。やめてほしい。オッケー。あ、意外と体力が減ってる。あ、もう一体いるな。やらんと。あー、待って、さらにもう一体いるな、奥に。武器の燃費が悪いんじゃ。いや、ちょっとほっといて、アイテムの回収だけやっちゃおう。この奴らと戦う以上にね、弾の無駄遣いはないわ。金を回収と、酒があるならいただく。あ、この辺弾たくさんありそうだな。救急キットもある。え、こんだけロッカーがあるのに全部からか。プレイボーイの1冊や2冊入っててもいいんじゃないの。あ、マジですっからかんだ。ロッカー置いてある意味あんのかな。あとはさっき遠くから散弾銃みたいので撃ってきたあの塔に登りゃいいのか。あ、なんか通信機っぽいの置いてある。登っちゃおう。で、そうだ、あわよくばポータルを設置してさっきのフォレスターのいる場所に戻っちゃおう。よしよしよし。お前こんな武器で撃ってきたの？これショットガンじゃん。本当に散弾銃でこっち撃ってきてたんだ。これでオッケー。あ、今度はバブル空間になってる。まあ、そういう名のもとに囚われていたと。これでうまく脱出できた。よし。あげ。了解です。ちょっとなんか嫌なモンスターがうろついてそうだから。ああ、死体が飛んでった。これで戻れんのかな。戻れる気がしないな。あ、いけるかな。よくわかんないな、これ。全然戻ってる感じがしない。場所が悪かったかな。あーらら。いや、どこで帰ろう。
これはあれだな、結構高値で売れるから役に立たない資産だな。